トヨタ自動車が今日発表した5月の世界生産台数は36万5909台で、1年前に比べ 54.4% 減少となりました。新型コロナウイルスの影響で需要が減り、国内の生産を縮小したことなどが響きました。現在は工場の稼働再開を進めていて、今後は改善に向かう見通しです。